出す出す出す。こんばんは。こんばんは。よーし。どうも、ミッシェルガンレジスタンスです。サンサン。アロース。4万人突破おめでとう。おめでとうございます。そうなんですよ。チャンネル登録者4万人突破しました。おめでとうございます。おめでたいな。3万人の時はね、どうなるかと思いましたけどね、うん、このままおわっこになるんじゃないかと思って、ね、もうこのチャンネルね、やめるかって言ってた一応引退動画も撮ったもんな。ありましたね。そういうタイプのチャンネルちゃうやろ。謝罪の仕方も考えてたもんな。ちゃうやろって。ってことで、感謝の意味も込めまして、はい、人さんにいっぱい質問、こう、質問募集しました。よっ、およーす。ツイッター、YouTube のコメント、インスタの募集か、うん、全部集めさせてもらいまして、面白そうなやつをどんどん言っていきますか、おの。はい。ってことでサクサクやっていきますか。はい。よーい、スタート。ドン。レジスタンスの中で付き合うなら誰ですか。せーので言う。うん、せーの。俺。俺やな。俺。俺か。あ、そういう感じか。みちゃん。いや、おらん。けは。え、俺って言った。え、俺かおらんかやなと思って。うん、俺かおらんかやな。俺か俺、渋以外か。今の、え、でもよくないの？俺やわ。揃ったんすごない、何気に。俺もしくはおらんで。うん、俺と付き合えや、お前は。いや、自信持てや。でも、一番恋愛経験が多いメンバー誰ですか？りょつさんは大丈夫です。おい！みっちゃんやろ。みっちゃんになってくちゃうんか。ちゃうんか。えぐいな。全員少なすぎて。うん。はあ。セカドいじりされてるやつが一番恋愛経験多いんか。コラボしてみたい YouTuber さんっていますか。おー。コラボか。あげてください。いないなしでいきましょう。俺は柴田さんとパチンコ打ちたいな。うわ、いいな、それ。俺、マリマリマリに絵になって出たい。おー、いいね、いいね。そういうの、そういうの。まあ、しーまあこの人だったらええよっていうのは、まあヒカキンさんかな。おい、お大きく出たな。俺、釣岡さんと小豆島で釣り。ああ、いいな。シンプルに、最近レジスタンスを知った人のためにメンバーの基本情報をお願いします。コブドットっぽく。りょうつ、1994年10月18日生まれ、27歳、身長173センチ、体重62キロ。よろしく。あとテロップでいこうか。うん、なんで俺だけやってんお互いの羨ましいと思うこと、いろいろありますよ。いやー、でも、うわー、言い切れんよな。むずいな。言う方が浅くない？逆に逆にや。大学生の時の自分に似てるレジキャラは？たるみの水島。いや、ちゃうやろ。たるみず、でもみっちゃたるみずが一番近い。たるみずって、そんなことねえやろ。あの瞬間結構あったかも。どし花でもないもんな。俺ちーたかに一番近いかなって思った。なんでやねん。そんなことないやろ。俺、りょつんになってくんのか。うん、パチンカスりょつんになってくんのか。俺、なーは言うな。エナジーな。メイン、サブ、ともに非公開にした動画はありますか。あの、メインは俺はっきり覚えてるんですよ。うん、スカキュンが猫缶の飯食うってやつ。だってそれ非公開じゃなくて、動画撮ったけど。撮ったけどやめたんか。え、撮ったけどやめたやつ何個かあんで、それこそ。せやんな。で、非公開にしたのは、あの一番最初に、俺とスカキュンでオープニング動画作ったんですけど、レジスタンスのチャンネル自体のオープニング動画。クソダサすぎて。クソダサくて初公開で。ジミハロウィン選手権と同じ日に日本投稿してたやつで、消えた。ちょ、その伝説のオープニング動画は。いや、やめよう。え、もう無理っすよ。これを機に。え、もう無理。無理っす。もう無理。それはこちら。え、マジで無理。見たはずやねんけど、覚えてない。マジで無理っす。演じてて一番楽しいキャラは何ですか。的外れかな。ああ、的外れなんや。俺もう三つ子になった。ああ、ぽいぽいぽい。俺、浜だから。なんや。意外やね。浜田っておもろいわ。これワクワクかな。あ、ワクワクか。ワクワクか。せーの。あ、これ寿司。スカキュンはもうみんなの前でおならしないんですか。します。全然しよう。しますね、最近。最近よく出るようになったな。ちょっと調子悪くて。でも青ネギストック100ぐらいは。ケツ青ネギストック100は。調子悪いっすわ。なんで。女子校の JK です。どうすれば彼氏ができますか。これを直接 YouTube のコメント欄に書けば何人か釣れると思います。男子校とつながったらいいんじゃないですか。まあそうやな。そういう主流でしたけどね、僕の時は。ああ、うん、あ、真面目に書いてる、ね、まあそのやっぱ植えてる同士でつながったらいいね。そう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 。露出。何、露出って何。え、何だろう。好きなセクシー女優の名前。言っていいんかな、これ。もったいぶるとこないやろ。ああ、いいんかな。森ひな子さんですね。森ひな子。森ひな子か。
ほんまに好きやからあんま言いたくないんだけど。あ、そうね、うん、もう自分のものみたいな感じで。でも最近結構人気になってきはったから、うん、まあ、うん、もうみんなも結構知ってるかなと思うんで、うん、そろそろ情報解禁してもいいかなと思うけど、うん、俺はもう結構 YouTuber じゃなかったら何の仕事してましたか。まあ俺居酒屋でバイトしてたよな、とかがプライドが許せんくてニートになってたと思う。ああ、なるほどな。バイトは俺その点ないから一応働いたこと、年下の子とな一緒に働くねんで。あ、パチプロあったかもな。あ、パチプロマジあったかも。負けてたと思うけど手に入れたい超能力は。ああ、触れたもの全部それ相応の金に変われ超能力。みっちゃんをバーン殴っても殴ったらまあ100円とか、ね、100円なんや。安いな、うん、俺あれかな、設定が見えるゴーグル。あーあー、ですええー、のそれ眼鏡の死神の。あ、でもまあ確かに重いな。あざが体にできて、うん、そのあざを見せると、うん、女の子はめっちゃ俺に惚れるっていうやつ。気持ち悪あざにせんでや。めっちゃ気持ち悪いな。あざじゃなくて見せれさえすればっていう気持ち悪いな。この攻略感がいい。なるほど。殴った瞬間金になるとかちょっと簡単すぎる。あざがさ、こことかにあったんだ。そう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 、ここ頑張ってみたいなやつがいいな。気持ち悪いな。普通に気持ち悪いな。俺はあのウエストとヒップをパッて見た瞬間に数字分かるようになる能力が欲しい。それは意味ないやん。電気の G はレジメンバーに好かれてますか。好かれてます。確かあれですよね。めちゃめちゃ多分視聴者よりレジメンバーの方が好きやと思う。電気の G は、うん、うん、でも視聴者もメンバーより俺の方が好きやと思う。ちなみに嫌われてる人はあれですか。レジキャラで一番俺らに嫌われてるやつ。嫌われてる、タカシになってる。タカシはでも好かれてるやろ。ボンレサム、ボンレサム俺も思ったわ。俺あのー、じゃあ出すなよ。あのチータがやったっけ、唇俺、うん、あ深い感えぐい。深いやろ。僕も要求になりたいの。他にもたくさん友達がいそうですが、なぜ仮メンバーに水島君の高橋君を入れたんですか。俺は大学時代からずっと仲良くしてた4人だからです。いいね、いいね今の、はい、入れたんですか。入ったというかな、入ってたというか、入ってたって感じ。自然と、そうやな、入れたっていう感覚あんまない。自然にそうなりました。なんかこの家でな暮らせるのがもう多分俺と系ぐらいやったの。まあそうやな、なんか、うん、な適合者やね。必然的にそうなったんだけど、なんかどうやったらりょつさんみたいにパチンコ当たりますか。当たってないね。残念。これいい質問やな。もし過去に戻れたら何がしたいですか。ちょっと服とかちゃんと買いたいな。あ、留年回避じゃないん。あ、留年はいいよ別に。あ、いいん、うん、いいよ。セックスかな。あ、でも俺も、うん、ちょっと似てるかも。ぐらいしか逆にって感じですけど、ズバリ結婚のご予定は。ああ、要望、要望はある。要望、要望、要望、いっぱい来てる。エントリーされてんの。すごいエントリーしてる。間違えた、間違えた。エントリーマッチやん。願望な、願望、あ、それや、願望はある。願望はある。願望はあるっすね、確かに。予定はないっすね。レジスタンスを見てると彼女ができないって本当ですか。いや、嘘でしょ。嘘です。実際できてるやつおるから。いや、おらんやつが多いね、見てるやつで。まあまあそうやな。結局その母数が多いだから、その情けないやつが多いだけで、ちゃんとできてるやつはできてんのよ。で、俺らの動画って世の中で一般的にこういうことしたらキモがられるよとか、こういう風にしない方、こういう風にした方がいいよっていう情報を発信してるから、見れば見るほど魅力的にはなるはずなんよ。そう、うん、だからできるはずです。できるはず。なんか動画のせいにすんのやめえや。ダサいで。なんかそれって失礼だと思う。彼氏のタンプレ何がいいと思いますか。おー、なるほどね。いいやんか。ちょっとね、何歳かわかんないんであれですけど、大学生やとしましょうか。大学生としたらな、彼氏がよほどこだわりなければ思い切ってなんかこれ着てほしいみたいな服あげてる。あー、俺もその方向性で今考えてたわ。俺もそれもらったわ。ああ、そうなんや。服もらった。まあそれが実用性のあるものやな。金とか。金は良くないですね。もういろいろ渡し尽くしてるんやったら観葉植物とかいいと思います。ああ、そうやな。あと喫煙者やったらタバコワンカートンでいいと思いますけど、ね、あ、彼女にもらったらすげえ熱いかもな。そう、彼女とかもらったら熱いな。だからまあディナーとかは。ディナーな、うん、うん、映える感じ。まあディナーは熱いな、うん、あと、手紙は俺書いた方が絶対いい。おー、いいね。いいこと言うな。マジで手紙が一番嬉しいから。男も女も絶対一番嬉しい。ええこと言うやん。水島さんの金玉が大きいのですか、それとも新幹線さんの金玉が大きいのですか。なるほどね。あー、まあ難しい。これ結構だから鶏が先か頭が先か。あー、ちゃうやろ。ちゃうやろ、絶対ちゃう。でもまあ金玉でかい。水島から生まれたから新幹線も金玉でかい。まあそうやな。結論お前の金玉でかい。どうやろうな、でも分からんで。分からん、新幹線やりだしてからでかなった可能性あるもんな。新幹線の衣装の時だけでかくなってる可能性もあるわけ。え、でも俺、うん、俺昨日お前が決定的に金玉でかい証拠を見つけてんけど。
昨日城ヶ峰の撮影した時にズボンから金玉はみれとって。どんな会話やねん。あれやばかったな。お前が確定で金玉でかい証拠を押さえた。ユニクロ GU 以外ですと服はどこで買ってますか。どこでとかあんまないんじゃん。どこでとかあんまないんやな。大阪で買ってます。なん急に結構関西で買うこと多いからね。あ、古着とかもあるっすね。あなたあれが好きっしょ、ブランドで言うと。結構好きなブランド多いかな。まあ、いっぱいあるか、まあ、そうやんな。まあ、1個ぐらい言ってあげてや。ほらな、なんやろな、ちょっと思いつかないっすね。バレンシアガ。お、へそ落ちブラザーズの新曲聞きたいんですけど。おー、あー、いや、曲作ろうっていう話は何回か出んねんけど、うん、続かんのよな、バイブス。なるほどな。覚醒ワイパーって曲出すか。覚醒ワイパー。はあ、部屋にゴキブリ出た時のそれぞれの反応を知りたい。で、もし目の前にあの、カサカサだ、うん、カサカサカサ、おっ、はぁーい。まあ、K か緑君を呼ぶかな。カサ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 、バン。あ、行くんやん。え、俺も物理やで、結構物理やな、キボリは。かっこええな。よくないキボリだよ。ウェーイ。絶対そう。仲良くない友達来た時みたいな。ウェーイ。おお、ちょ、みんなみんな見てや。見てた。なんとかしてくれ。虹やみたいな感じのお前。虹や。みんな見てや。虹出た。虹や。メンバー間でむっちゃムカついたエピソード。あ、俺一個あるわ。うわ、俺今パッと思い出したわ。あのね、前も言ったんですけど、うん、あの僕ビーフィーっていうヘインズのめっちゃお気に入りのシャツがあるんですよ。あ、めっちゃお気に入りで、それでしかもなんか別注のやつやったからあんま手に入らへんやつやったんやけど、うんうん、なんかそれこの家でなんか洗濯して2週間ぐらいどっか行くんだよ、うん、うわ、ないなー思とって、うん、ええー、なーないなー思とって、うん、で洗濯物干してる時にパッて出てきたんよ、ある日。おー出てきたと思って、やったーと思って、うん、見たらあのすっごい油染みができててん。おー、白 T に。いや、エグいな。真っ白の T シャツで。なんで？おー、油染みできてて、その日めっちゃテンション低かったやろな。ああ、かわいそうやな。むっちゃ腹立ったな。旅行に勝手に切られた。あ、俺にっていう、俺に。あ、俺か。今まで食べてきた中で一番まずい自作飯を教えてください。俺それこないだ作ってんな。最近の話なんや。辛ラーメンを麺だけ茹でて、うん、冷やして、うん、それになんか白だしと、うん、なんかオリーブ、うわ、うわ、オイルなんちゃらみたいな。うわ、もう絶対無理や。オイル、オビ、何やったっけあれ、オリーブオイルなんちゃらだしみたいなのあるやん。うん、まあ、なんかよう分からんけど、それ入れて。よう分からん、よう分からんやつ入れんな。なんかまずっと思いながら、全部食べた。まだやってんの。無駄な想像力やめろ。お酒の失敗談。気づいたらベッドの中。あん。なるほど、なるほどな。俺やっぱ、まあ、もうちょっと知ってる人多いと思うけど、うん、夏合宿で誰でもいいからをダメさせてって言って、あ、それでドン引きされたみんな。あ、なんで知らんので、その時あの付き合ってもない女が、うん、さも自分の男っていう感じ。ちょっとやめなさいってやってたやつだ。あ、あれ青春やな。俺は酔って先輩にゲロかけまくった。あー、マジ、それやらかしてるな、ゲロ系な、うん、そのかけた先輩とその次のライブで組むっていう。うわー、気まず。むちゃくちゃ気まずかった。いがー、居酒屋のなんか年末の打ち上げ終わりに飲んで、で帰り道溝にはまったまま8時間ぐらい寝て、服ビリビリになって、え、その服次の日からも着続けたことっす。何やそれ。ダメージケアっつって、兼ねない、兼ねなかった。失敗談やな。中に黒のインナー着て。ええなそれ。ボーダーのビリビリのつけてみる。なおしゃれ。マジやらかした。え、みんなのおすすめサブ投稿トップ3。まあ1個、1個でいいや。1個でいいか。おのお、謎の2万円が出てきました。ああ、あれ結構良かったね。あの俺の北斗無双モノマネを見てください。ああ、懐かしい。良かったな、あれ。あったな、そんな。あれめっちゃ好きなの。俺あれかも。エスプレッソって何なんか。ああ、神回な。神回になってくるねや。うん、俺あのあれやわ。あのバーガー屋さん行ったらデブちゃいます。デブちゃいます。ああ、あれ確かに良かった。デブちゃいますぜーのやつな。全力の浜子が見たいです。編集塚健さんがしてて、リョッツさんとか企画考えてて、塚健さんの負担大きくないですかってやつなんですけど。大きいっすよ。まあ大きいっちゃ大きいんやけど、負担は大きいけど、うん、その分配当も高いって言った。あ、そうそう、それもあるし、あとあれなんですよ、結構動画に出る以外の部分が結構リョックめっちゃやってるから、だからそんなに そんなにあのなんか俺仕事しすぎやろとかそんなならんかもしれない。うん、俺なんかやるべきこと決まってないけどなんかやってるみたいな感じ。あ、そうそう、そんな感じやな。うん、
病んだ時のメンタル回復方法。一人でヤバい人のモノマネをするとです。へぇ、なんかでもそういうらしいな。とかやったら、ゆっくり教えてもらった。ガチガチどうでもよくなる、うん、その自分こんなんまだできんねやってなるから。ああ、そうらしい、ね、結構真面目な話するとめっちゃ書き出すかもしれん。書くね、うんうん、悩んでることとかを。悩むわ余計。いいって言うよ。え、じゃあなんかな、あの、いやほんまなんかとりあえず書き出しとったらなんかどんどん気持ちが前向きになってきて。あー、確かに確かに。で、なんかもう3ページぐらい書くねんけど、いつも A4 にな、うん、で、3ページ目行った時にはむちゃくちゃなんかポジティブな言葉しか書いてる。あ、そうなんや。なんか自分でもびっくりするけど。確かに、俺落ち込んでる時にみっちゃんに書き出してみたって言われるもんな。ああ、なんか書き出したらとか、うん、あ、お前あれな、ペンに、ペンとノート好きなんや。使う気も結構ない。いやでも物理でやることは結構意味あるらしい。そうなんや、ほんまに。え、俺多分1ページとかで終わる。まあやった、え、でもいいんじゃない、金ないとかや。うん、稼ぐ、あ、でも稼ぐでもプラス。そうそう、もうプラスやもんな、それ。うん、いいな。好みの女性のタイプ。なんかひねったやついきたいな。長澤まさみ。ひねってないやん。ひねったんやん。ターンいったよ。俺いつもこういう時自分のことが好きなやつとかなんかそういうしょうもないこと言うねんけど、うん、それが一番ひねってるやん。今回はな、今回は一番何ドストレートに、うん、ひねってドストレートに、うん、あ、なるほど。ストレートは変化球やもんな。そう、五等分の花嫁中の一か。大人な女性やけど、うん、ちょっと腹黒いみたいな。ああ、いいですね、それ。あ、なんかいいな、それ。いや、めっちゃいいです。太ももが綺麗な人。ああ、綺麗。さあ、いいな。もう、ちょっともう綺麗なってなんでそんなにガラーってなってんの。太もも綺麗な。太ももが綺麗な。太もも綺麗なってなる。じゃあ、僕は優しい人で。優しい人ね。あれ終わり。旅行するならどこに行きたい。一番行きたいとこはマジでイタリアっすね。おお、珍しいな。ほんまに行きたいんですよ。イタリアンがもともと好きなんで、ほんまの飯食いたいし。イタリアンどこ行きたいの。あのローマとか、まあ、ミラノとかあの辺も行きたい。ベネツィア、あ、水の都。ああ。大聖堂とか、あの世界史やってたからめっちゃ大聖堂とか。ああ。別にそういうの興味があって見に行きたい。俺それやったらあのアマゾンやわ。わあ、いいな。ええな。ワニとかを見に行きたい。俺あれ天国に一番近い国みたいなあれやん。え、ニューカレドニアやったっけ。まあ、そんなとこあんだよ。お前は滋賀県とかだ。俺奈良かな。奈良奈良、鹿を見てみたい。あ、全然いけるやん。行こうか今度。奈良行ったら見たことないんですか。見たことあるよ。あんのかな。ちょっと切れてんの。あるやろな、お前。パリやろお前。行った時さ、パリ行こうとしてたの。行った時パリ行きたい。あ、出た。で、なんで行きたいんって聞いたら、逆に行かん理由ある。あ、行かん理由なんやろ。気悪っと。あん時はな、マジでもうパリってたな。フランスか。デスタムーアは次いつ出るのでしょうか。あれ、そんなやつおったっけ。キョツさん、借金あったのになんで彼女おったんですか。おー、深いな。深いね。借金がバレてなかったから。おお。あ、うまい。うまい。どうしてもレジスタンス4人の顔と名前が覚えられません。どうしたらいいですか。高橋です。よつ。よし。で、あ、覚えなくていいんじゃないですかね。うん、別にええと思う、うん、まあ、困ることないよ。毎回さ、あれやん、サザエさん方式やん。毎回1話完結やから、うんうん、覚えなくていいと思います、うん、どうもしなくていいよ、はい、浜田とかだけキャラだけ覚えてたよ。社長とりょっくんに質問。うん、けいちゃんとみっちゃんが一人暮らしを始めた時の心境はどうでしたか。うわー、遊び相手おらんくなるなって思ってたよ、うん。あと今二人でどうでしたか。どうですか。二人家に二人やけどどうですか。まあでもそんなもん3年半前からずっと一緒やからな、うん、何とも思わない、まあ、どっちも別に何ともって感じか。何ともって感じ、うん、まあ、でもあれかな、なんかやっぱりょっくんと俺しかおらん時になんかあれやな、あの息子娘が旅立った老夫婦みたいやなとは思いましたよね。すぐ父親ぶるような老人会になる。一人立ちしようすぐゴッドファーザーになる、うん、行ってしもたか、あいつら、うん、痛みゴッドファーザーやから。ちょっと時間がゆっくりになった気がしますね。そうやな。お前じゃあ老後か。一番楽しかった企画は何ですか。え、別にその動画っていう動画ってことやろ。インテレスティング的な意味で言うとヤクザ編とかはめっちゃ楽しかったですね、うん、ああ、楽しい系で言うとな。そう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 。動画の勢い的な意味だと俺大学生が好きな食べ物とか。はいはいはい、食べ物な、よかったな、あれな。ヒロイン2が電車でこうパッてくれる。あ、まあ、確かによかったな。あれだった、気まずい
異性やっぱり女性に告白するやつじゃん。 あ、そうそう、告白するやつ。え、気まずい家族じゃないの？家族の方。え、じゃ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 、あー、気まずい女子か。気まずい女子か。みつこが降りていくときに、 あれが俺、あのシーンが一番笑った。もうほんまに我慢でいいんやった。確かにな。結構メインでちょっとおもろいことってもぼちぼちかさ増しで笑ったりすることあんねんけど、うん、あの時もほんまに我慢できなかった、うん、おもろすぎて。あのシーンちょっとぜひみんな一回見てほしいな。神シーンでしたね。一回見てほしいな。みつこのカツラ落ちるやつ何やったっけ。あれあれはあれやカップルのグロ寄せ。あ、グロ寄せ。あ、あれ私なんか変わったことないっつって。そう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 。あれめっちゃ普通の回に見せかけてバリ神回やってたの。で、浜子の方向が多分初めて行われた。あ、そうなの。そう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 。4人それぞれの個人の夢登録者100万人以外で。はぁ、あ、ちょっと深めのテーマでいっときますか。おお、なるほど、いいっすね。最後これ締めましょうか。4人の夢か。自分の会社建てたいな。友達とできる会社。おお、結構リアルやな。うん、まず抽象的やけどバリかっこいい人になりたいな。おー、いいっすね。じゃあ40とかなってさ、ちょっと老け取ったらやっぱ俺多分やる気なくそう思うねんな。渋いおっさんになりたい。そう、それわかる。だからそのままちゃんとしたいのと、うん、それに集中できる余裕とお金が欲しい、うんうんうん、はいはいはい、まあそういうことやな、うん、普通に有名な配信者になりたい。ああ、いいじゃないですか。ほう、配信者、まあ俺個人で何でもできるぐらいの人にはなっておきたいなっていうのはあるし、あと居酒屋も建てたい。居酒屋建てたい。やっぱやっていいから、ちっちゃいのでいいから居酒屋建てたい。もう持っとくぐらいの感じで、うん、僕はまああんまないっすね。じゃあ今夢が叶ってるかもしれんな。100万に行くと同時に何、うん、お金もある程度あるやろうし、まあ別に結婚とかもできるやろうし、うん、で今十分仲間と楽しく暮らしてるし、うん、ああそうか。でいろんな人たちにいい影響を与えれてると思うから、うん、そこ到達点かなって現状思ってます。めちゃめちゃええな、うん、その先はまた考えたいっす。ではそうかもな。オワコンの人はいっぱいあるから100万人なんかギリギリ、それはそっからまた考えたいっす、ね、ギリギリいったオワコンになるこれはまあ留学リベンジは絶対。あ、いやいやいいね。あとまあ親に対してかな。孫の顔見したいとかさ、はい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 、そういう親が幸せに、親が幸せやと感じてもらえるようなことを、まあ、親孝行かやから、うん、親孝行もっとしたい。家族思いの方がいいっすね。な、親孝行とか、うん、でも会社を立ち上げるって言ったけど、俺は自分のなんか趣味に関するもの、服とか釣り具とか、うん、どれか一個自分のブランドみたいなの作ってみたい、うん、まあいいですね。以上でございます。カン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 、はい、ありがとうございました。たくさんの質問誠にありがとうございました。じゃあ5万人いったら何するか分からんけど、うん、まあ一旦これで、はい、一旦急遽、まあ、4万人記念ということで質問を募集させてもらいました。はい、次の5万人は何をするか分かりませんが、どんどん頑張っていきましょう。おー、引き続きただきまよろしく。お疲れ様です。おです。おです。いやー、いい人生やったな。